なんや。戦闘開始。最強の火力で援護する。さあ、ご覧。ガチはしないぞ。ああ、これは光の竹や。補給は受け取った。潜入する。補給は受け取った。ガチはしないぞ。ああ、これは光の竹や。油断するな。補給は受け取った。まだあがき続けるのか。私に人気使いが残っていないって。じゃあ君はどうなんだね。君の人気使いたちも体力を消耗しているじゃないか。このまま戦い続ければ最も劣等で人情さえ忘れたリビングデッドになっちまうぞ。リビングデッド化の運命から解放されたいならブラックゲートの核を渡したまえ。新世界で永遠の命を与えてやる。ここに立つ者、死を恐れず。確かに命は大切だ。しかしここにいる皆は命よりも大切なものを守るため人気使いになったのだ。たとえ最後にリビングデッド化しても人間としてこの世に存在し懸命に戦った我が生涯に一片の悔いなし。守りたいものは自分の命より100倍も価値がある。そうか、忘れてたな。愚かな奴らめ、呆れて言葉も出ない。一人一人苦しみながら死ぬがいい。世界の未来はこれで決まった。異界に飲み込まれろ。ブラックゲートにすり砕かれろ。全世界を生贄にする。降臨したまえ我が神よ。どうか姿を見せたまえ。奇跡を見せたまえ。驚きだろう。我々が戦ってきたあらゆるタイプのモンスターがこのブラックゲートの中に散在してる。骨格に引きつけられて空間を切り裂き飲み込めるものは全て飲み込む。骨格に引きつけられて空間を切り裂き飲み込めるものは全て飲み込む。これは光の竹や。続け。補給は受け取った。潜入する。ガチはしないぞ。
油断するな。補給は受け取った。戦闘開始。最強の火力で援護する。そうさ、異界というのは混乱と悪夢の巣窟なのだよ。あのブラックゲートの奥には宝石のように輝く未来が待っているんだ。君も知りたいだろう。この世界の終わりは一体どんな形をとるのか。世界が消えたら何が残るのか。潔く骨格を渡すんだ。早くしないと手遅れになってしまうぞ。まあ今さらお互い分かり合えるとは思っていなかったよ。仕方ない。では試してみようじゃないか。カウントダウンが終わる前に君を説得できるかどうかね。ああ、もう仕方ないか。もう手は打ってある。甘いな。確信が持てないお前を切り札にするわけはないだろう。骨格だけで異世界を封印しようとしているのか。笑わせるな。私にも魂ならある。それにお前と同じく私も隊長だ。死ぬ前に目標が達成できれば私はそれでいいんだ。